です。ご希望があったので、ラブラドールレトリバー。ねえ、ラブちゃんですね。ただ、はい、ラブちゃんの発祥はイギリスではないんですよ。イギリスじゃない。そうなんです。一緒の生活のしやすさ、飼いやすさ、ということに関しては非常に優秀です。うん。こんにちは、スー先生チャンネルです。さて、今日は犬種別します。ご希望があったので、ラブラドールレトリバー。ねえ、ラブちゃんですね。かわいいですね。皆さん大好きラブちゃんね。この犬種別シリーズ、僕がやるやつは一般的なことじゃない、あんまり知られてないところっていうのを重点的に補足していく感じの内容なので、そちらでやってみたいと思います。さて、まずラブラドールレトリーバーというと、レトリーバーですからガンドッグですよね。何かを回収してくるね。本当は鳥をバーンと落ちたやつを取って、ね、探して持ってくるよっていうのがレトリーバーの仕事になります。レトリーバーたちはいろいろ物を探したりとか加えて持ってきたりね、そういう仕事なんだけど、基本的にはやる仕事が結構数としては少ないです。なので他の機能は削られてるというか消してあるので、獲物と一緒に対峙して攻撃するとかこういう能力はないですから、それがあって非常に穏やかになります、うん、ラブラドールっていうとイギリスですよね。イギリスをイメージする。ただ、はい、ラブちゃんの発祥はイギリスではないんですよ。イギリスじゃない。そうなんです。これはね、カナダの犬なんですよ。魚を捕る海沿いの漁をしていた人たちの犬なんですね。この子たち、ラブラドールってものすごく水に強いですよね。じゃあなんでそんなかっていうと、基本的にはこれはね、カナダで漁の手伝いをしてたのね。どういう漁かっていうと、2つやってて、船に乗って一緒に行くわけだ。ブイを配置していくの、網をつけたブイを泳がせて、ね、でそれをボーッて持って置いて置いてこいとか、あれを回収してこいとかっていう、それの仕事をしてた。それからもう一つは、沖に出た船から網の長いこの定置網ですよね、あの引く網とか定置網の端っこを持たせて岸まで泳がせてた。そうフィッシュドッグでね、フィッシャーマンズドッグというかね、その子たちがイギリスに連れてこられたわけで、そしてカナダにいろいろこうイギリス人たちが行ってたんだけど、この犬いいからちょっとくれよって言って、その人たちはお金がなかったんですね。だからイギリス人たちがね、結構な金額で買ってくれるからって言って、カナダからイギリスに輸出が始まり、今度はカナダでね、法律ができちゃうんですよ。このラブラドールを輸出しちゃいけないっていう法律が。そういう法律ができて行かなくなったと。で輸出できなくなっちゃったんだけど、でその時に今度はイギリスにいた結構な数がもう行ってたので、そのイギリスの犬を改良が始まったんですよ。なるほど。じゃあ今出回ってるラブラドールって、うん、昔のラブラドールと比べたらちょっと違うってことですか？違うって言われてるんだけど、ただその外貌に、見た目、形に関してはそんなに言われてない。ただやっぱりイギリスに入ってとか、それからヨーロッパなんかでラブって言っても結構違いがあるんですよ。例えば本来はドワーフって言って胴長短足、まあダックスほどの短足じゃないんだけど、長方形の形でね、頭があって、足があって、胴体があって、まあ、尻尾がある、こういう感じでしたよね、うん、でここの形、ちょうどここね、ここの部分、ここの形を見て体型を示すんですよ、今って、うん、だから背中が短い犬種がいた時に、こっちをショートバックって言います、こっちをドワーフって。本来犬の形ってドワーフなんだけど、近年やっぱりショートバックが人気でかっこいいから、足長のね。だけどまたここに来てプードルなんかもそうだけど、ドワーフが人気が出てきてますよね。でやっぱりね、こっちの方がね、毛が少ない。だからまあ猟犬なんかではショートバックにするケースは少なくて、どっちかっていうとテリアとかの足長テリアなんかだとショートバックになりますよね。まあ変な話、このラブラドールレトリバーの中でも若干こうドワーフとショートバックと分かれる。本来はラブラドールの場合はドワーフになりますね。イギリスから入れてくるとちょっとやっぱり小ぶりでドワーフの方が普通は多い。で最近はでっかいのが、ラブちゃんっていうともう30キロは当たり前みたいなノリが多かったけど、本来もうちょっとちっちゃいんですよね。じゃないとあの画体ではちょっと量には向かなかったりするから。ただヨーロッパの方をぐるっとしてきた、まあ、そっちの方に行っちゃってるラブちゃんはでっかい子が多かったりとか、
ギリスではラブラドールはもうこのレトリバー種になるから猟犬として働いてるわけで、そうするとラブラドールはレトリバーですよ、ね、そういうあの、まあ、フィッシュハーダーみたいな話じゃないよっていう話になるんだけど、イギリスだとやっぱりその量を表すときに、まあ、フィールドっていうのね、その現場のこと、うん、で俗にそのよくフィールド系なんていう表現をするんだけど、小系フィールド系っていうのは分かれてきちゃってるよね。で小っていうのは読書のことで、小系っていうのはまあ本来この犬種はこうあるべきですっていうスタンダードっていうガイドラインが決まってるんですよ、うんうん、純血種はね。でこのガイドラインに沿って作っていくと。でもちろんそれは毎年、少しずつ更新されたりとか、もちろん伝統的にそれを守ってるところもあるんだけど、あの時代背景に合わせて多少の変更が加えられたりというのがあります。ラブちゃんはこういうのだよっていう小系、それからもう一つはフィールド系。フィールド系っていうのは現場の犬だから、うん、実際現場ではこういう働きをしますよとか、それからあの俗にその僕なんかも競技をやるんで、競技に出てくるようなね犬たち、競技に使うと効果的というか特性がいい犬っていうのがその現場の犬だったりする。なるほどね。一緒の生活のしやすさ、飼いやすさということに関しては非常に優秀です、うんうん、ただ日本に入ってきている犬が結構大きいんですよ。もちろん日本で繁殖して出してきてる子たちも大きいから、うん、なかなかそういう意味で一緒に暮らす人たちというか、それを選択する人たちが限られてくるのは確かですよね、うん、やっぱり、本来20キロ台に抑えたけど、やっぱり30キロはいっちゃうてるとかね、下手したら40キロの子もいるっていうような状態だと、やっぱり普通のご家庭で迎え入れるのは非常に難しくなってきたりしますよね。だからまず、非常に性格も温厚だし頭もいい、優秀なので、お迎えしたいところなんですが、やっぱりどうしてもでかいので、うん、ここは気をつけていただきたい。なので一応僕が YouTube なんかでお話ししてる中では、ラブちゃんはどちらかというとみんなが迎え入れやすい犬種なんです、うんうん、前も言ったかと思うんですが、犬が持ち合わせてる時計というのがあるわけですよね、うん、この時計はラブちゃんはどちらかというとゆっくりめになります。だから人間は対話が取りやすいね。